こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回は闇スバルを使って、カイドウのガチ育成やってみましょう。ルシファー、立川、天城、西谷、みちるちゃんで、闇スバルで、今回得意練習が立川メンタル、天城球速のスバルが守備になっています。で、ドリンクと招きですね、持ち込みです。行きましょう。だいぶ渋い守備から行きましょう。臨場させておきましょう。で、まあ、天城が筋力に来たので、まあ、あとは変化がどれだけ固まるかっていう感じになってくるのかな、という感じですと、すごい。あとは、ダークネビュラーですね。これ通せるかどうか。宇宙無双が入らなければ、普通に宇宙無双を選択すればいいと思いますけど、闇スバル使うときは、ね、どうしても、合宿の宇宙無双次第っていう感じになると思います。うん、いいですね、体力回復。シグ。9月3周までできるだけ踏んでいきたいです。うん、精神でいいでしょう。完成するかな、こっちも。うん、次から始まるので、ここは普通にメンタルですね。早い。ネビラ成功してもだ、変化が。何にもあげられてないから。うん、しゃあないっすね。おー、体力が低い。やる気は下げられましたが、体力はいい感じで維持できてますね。一発目。うん、これからか。めっちゃやる気ないマジで。立川のメンタル。どうせ一回休みにはなりますよ。筋力いってみましょう。まあ全力練習もありますから、ね、全力練習じゃないや、ブレイクする練習もありますから、ね、ここはこれでいきましょうか。ミチルにする。よしか。まあコーチのとこ行きますか。83。まだチケット出たな。このダブルはマロト。精神すごいんじゃない？このブレイクスルーしたら。だってエールタックルのところとモブもでしょ。強っ。割と侮れる。これはちょっと侮れないなって感じだな。900点。よし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 、いいよ。うん、水谷拾いましょうか。で、奪三振は着取りしましょう。ヒゲは一回欲しい。うん、いいですね。こいつ1
ダブルタックか。拾ってもいいけど。一回休んでもいいですね。スバル行きましょう。逃げ玉を抑えちゃいます。伸びかポンコツかし。うん、いいですね。これさえ取れてれば最低で。シングルですし、これは市原でいいですね。いいやつ来ないっすね。ナイス。大事に来てる。で、立川で体力回復でいいですね。よし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 、どうも。ブレイクスルーはできないと。ポカフェ渡りましょうか。変化がまるでないからね。ほう、珍しい。弱大凶。しかもガラスのハート。うーわー、狙ったかのようにガラスのハート。これはなかなかに厳しいですよ。逆境を跳ね返してくれたのか。いや、ガラスのハートマジきついですね。うわ、精神ごっそりいかれたな。スバルが成功すりゃいいけど。マジか、ガラスのハートか。ガラスのハートですか。なかなか厳しいです。悩むなこれ。変化出んだよなマジで。八冠王来たけど。で、あと1回3回練習行かれたらなかなかモブキャラたちの評価がね、いいやつも今なんで。まあやってもいいけどな、これ30。ここは普通に踏んどきましょうか。うん、まあまあいいでしょう。ちょうどブレイクスルーしますし。さっきの精神分が一気に、一気にって感じですね。うわぁ、これしかない。なかなか厳しいですね。高い練習いけますけど。アクツ休む。精神マックスになってる。
取りたくね。これ取りたくね。いやでも取るしかないか。200ぐらい差あるかな。強っ。この筋力強いっすね。ここポンコツ終われましたと。処置はいいんで、まあどこまでいけるかって感じですね。処置は多分強いじゃん。インスタインがしっかり完成してくれました。 OK。 なんかダブルです。ここは体力温存でミチルちゃんが来ます。ダブルタップ。これ大丈夫かな。イベントも起きないぞ。起きたぞ。うん、焼肉っぽいよ。ナイス。うわー強いっすね。ここ行こう。次来たらうちの層いけるのか。これ行ったらいける。成功した。いけましたね。さあネビロ、パームは1で止めとけばいいと。で筋力結構ありましたね。悪くないと。もう1球しか。150の蹴られてこんな感じか。まあ悪くないっすね。ちゃんと勝とう。丸ぐらい取るか。いやー、丸いか。行きましょう。これでガラスのハートダブルついたらマジで笑うしかない。ネタ買いとして出す。よし、OK。なんと。なるみはいないから、ただの体力回復で通しておきましょう。パーかなぁ。飲み一部に気がするけどな。うん、でまぁ3回練習いきましょうか。行くやろ。
使用守備ネタ。休むはあんま使いたくないってこと。で、スバルに行かせましょう。ニジタニーでいいですね。ほぼそこら中しかない。これ技術うめえな。できるかな。シュッケー。ゲージだけ気にしとけば OK。 なんかめっちゃ出るな。チケットめっちゃ出る印象ある。そういう期間なのかな。一回休みて、一回休みて精神で。この光りたかったら困っちゃいます。頼むぜ。うん、いいですね。これは使いましょう。で、今回できるだけって言って。こいってるよな。まあそれなりにはいってる気がしますけど。うわー、失敗ったか。お前は成功せよ。ギュルルギュルル。よし、ダークネビラ。うわ強い。やばいっす。あとはうまい具合にゲージを調整しつつ、でも休む使わないと無理っぽいな。これまあ何来てくれてもいいかな。2人はもらっている。転生でよかったかな。あとルシファーかなりいいですねこれ。まあ精神、いや、減らした方がいい。精神でよかったかな。これ結構微妙な、微妙、おお、強い。結構微妙な感じだね。ストイックゲージがね。スタミナいく？精神でもいいけど、ダブルだし。精神マジでうまーく稼げたんですよね。まあ根骨が入ったっていうのもあると思いますけど、うん、ピントコンもうまく取れてる。ただ数ねえのか知らないけど。え？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、
しい。5。どうでしょうか。お待たせいたしました。3番。いや、大凶のガラスのが届いたかったな。結構得能数変わりましたね、あれで。なんで、尻上がりくらいは欲しい。これゼロで行きたいな。さすがに尻上がり欲しいな。でもやっぱり筋力は結構、まあ2人いればなんとかはなりますね。あとはミチルが重なってくれたりするので、それでギリギリっていう感じはあります。あと1回か。なんとかいくやろ。ああ、まあダブルです。職人賞。この取れそうですね。はい、ハーブティーロス。のわあ、これでミスるか。安定の、安定の。ミスと。うん、了承いいです。まあ取れてる方だな。ヒレとか欲しかったけど。東大薬土取りましょうか。金魚かわいしなこれです。いいショート。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で茂野、なんとかゼロできた。投球これから2球目。第3球を空振り三振。さあ先制のピンチで迎えるバッターは古内。第1球スライダー見送ってストライク。第2球インローギリギリいっぱいストライク。もう追い込んでいます。投げました。スライダー空振り三振。2者連続三振でピン。うん、5番山本ピンチです。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で古内、ここまで2打席連続三振。ゴロからじゃなくてよかったと思います。見送ってストライク。これで追い込みました。第3球をストライク。空振り三振。さあ同点のピンチで迎えるバッターは横田。今日はセカンドゴロと三振。初球見送ってストライク。いきなり150キロ。投球これから2球目。第3球を内角低め空振り三振。ピンチ。バッターは7番岡部。ここまで2打席連続三振。インコース低めストライク。いきなり150キロ。第2球
2球目ストライク。第3球を149キロ速球、空振り三振。カイドウ、同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で清水君、今日はここまで3打数ノーヒット。投球これから2球目打ちました。うわー、その抜かれ方やだな。レフトバックホーム清水大輝。第1球アウトコース低めストライク、いきなり150キロ。第2球ストライク、膝元厳しいところ、投げました。空振り三振。今日は安打を放っています、バッターの宮田。第1球ストライク、いきなり150キロ。第2球、2球目ストライク、投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリの、うん、なんとかですね、なんとか尻上がりとる。カイドウ、これはありがてぇ。うわぁ、これいってもいいなって感じだもんね。うん、まあ待ちやろうな。バランスよくは取れてますかな。サクッと無理やな。多分行っていいと思うんだよ、僕の結構。できたら欲しいですね。お待たせいたしました。マチェット、何としても得点を挙げたい9回です。バッター皆さん見送ってストライク。第2球打ちました、セカンド正面。ナイスセカンド。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは剣持。今日はここまで3打数1安打1三振。第2球、2球目ストライク、キレのある変化球。初期は3球目、インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。第1球、ダークネビラ見送ってストライク。負けられねえ。内角低めいっぱいストライク。1球1球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は内角低めいっぱい、見逃し三振。まあまあ仕方ないでしょう。そう思ったよりその辺が伸ばせなさそうですね。ジャストフィット。お待たせ。ああ、いよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは友澤。初球空振り、いきなり151キロ。第2球打った、ツーベースだ。セカンド取れる。クリーンヒット、友澤二塁も狙う。知ってましたか、ツーベース。ランナー1人を置いて迎えるバッターは渋谷。第1球ストライク、膝元厳しい球でした。一応完走ペースなんで、151キロ。2球目ストライク。投球は3球目、膝元空振り三振。最後は152キロストレート。バッターは6番市村。今日はここまで初球を打った。そしてドリンクがまたラストエリクサー状態になってきてますね。第2球内角低めいっぱいストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投げた、空振り三振。2者連続三振。第1球初球から打った。おー、ナイス。二塁間への当たり、宮川好プレーを見せました。今これ使ってみます。うん、スタミナダブルいくかあまりって感じですね。スタミナでいいか。
トリプルだね。10上がらないか。7か。まあまあこれいけるかな。行きましょうか。お待たせ。7番街道、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で近景。さあ次の投球、第3球、初球見逃し三振。バッターはピッチャーアロー。第1球見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球アウトコース低めいっぱいストライク。沖山まずは簡単に追い込んでいます。インコース低めいっぱい見逃し三振。沖山街道、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で牧島。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第3球を打ちました。危ねえ。次が4球で打ちました。打球は三遊間へ。ナイス。アウト。スリーアウトチェンジ。沖山なかなかこの高校も守備がねザルなので、ツーアウトランナードキドキはします。ハルバート打ちました。初球打ち一二塁間のゴロ。ハルバートヒットを放つ。バントはまあまあ。第1球スライダー見送ってストライク。投げた2球目ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を151キロ速球空振り三振。バットがくん。街道、同点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面でギブソンジュニア。さあ次の投球、第3球を直球見送ってストライク。伸びのあるストレート。投げたアウトロー外れてボール。第5球内角エグルスライダー空振り三振。沖山うん、なんとか勝てましたね。街道1万は超えてると思うけど、まあ、その辺を見る限りは1万1000とか2000ぐらいかなってても。多分伸ばせたあと2つぐらい、1万1000ぐらいかな。1000はないかな。うん、そうですね、2000ちょい前ぐらいですね。で2つ上げれる。変化はそんなに使えないぞと。変化系ただそれ以外は割と取れる。いや、この辺取りたいっすよね、この印象は。安全圏か。消し。落としたら結構話変わるような気もするけど、これで根性投手取れねえのか。じゃあ違います。全開投か。うん、っていう感じにしましょうか今回は。やっぱ伸びとコンコツが安定するだけにそこそこ強いのできますね。今回は 1,2,3,4,5,6,7 で折り辺で8まで、もろもろも取れたので、
7かな。なのでまあまあ強い選手はできますね。やっぱり結構いろんな選手を使ってカイドウはサクセスできるので楽しさがあるなという感じはしますね。ぜひぜひ皆さんもいろんなキャラを試して、あとは一番初めのね得意練習を意識しながら、サクセスされるのがいいかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。